ご来場いただいている皆さんから事前に隠した思いにかけまして心の内に秘めているお悩み事を募集させていただきました。そのお悩みに答えていただく形でお三方にぜひアドバイスをいただけたらと思います。さあそれでは早速お一人目のお悩みをご紹介しましょう。ペンネームみそさんです。みそさんのお悩みはですね、クラスが変わり知らない人ばかりで仲良くなりたい子がいても何を話せばいいのか分からずなかなか話しかけられません。どうすれば人とうまく話せるでしょうか。コミュニケーション能力を上げたいですというお悩みですが、小野さんどうでしょうか。ねえ難しいですよね、はい、まあ、この作品では、はい、その高2っていうのが一つのポイントになってくるんですけど、はい、まあ、日常と非日常の非日常の部分になるんですかね、はい、こうポンポンポンってちっちゃいこうなんか雪みたいなやつが、今日の衣装見てください、もう高2だらけ、あ、そういうこと下半身高2だらけ、たくさん出たわけですね。高2だらけの僕がちょっと高2だらけの僕が隠しまくってる僕が、ね、いやでもそのコミュニケーションって本当難しいなってやっぱり思いますよね。なんか本当何喋っていいのか未だにわからないこともあります。特にその世代が違う、やっぱり我々の職業だと本当にこう大先輩もう20歳とか年上の方だったりとか、それこそ10歳年下の方、20歳年下の方とかと一緒に仕事をすることがあるの で、自分が生きてきたそのフィールドだけの話じゃこう、なんていうんですかね、通じない時がやっぱりあるんですよ。僕が好きだったアニメの話が見てない見てないみたいな、どっちも上も下も見てないリアルタイムじゃないみたいなこととかもやっぱあったりとかするので、なんか僕その知り合いにすごいこのコミュニケーションお化けの友達がいるんですけど、本当こいつすごいなって思ったのは好きな色とか聞くんですよ。最初にいや最初じゃないですけどね、なんか最初じゃないですけど本当にもうその何でもないそのちょっと会話がパッてなくなった時とかに、ケンショウ君って好きな色なんですかとか言って、絶対興味ないでしょって思ってるんですけど、なんかそういうなんかポンってこう質問を投げれるって本当にすごいなって思いました。で例えばその僕青好きなんですけど、はい、青好きって言ったらそこから、あ、俺も青好きなんですよとか、この服の青いいですよねとか、なんかまあ色意外とそのなんかそこから発展したりとかなんかすることがあって、あ、わ、これは勉強になるなって思った記憶があって、だから何でもいいからそのなんか質問してみるっていうのは一個もしかしたら手かもしれないですよね。好きな食べ物何とか、苦手な科目何とか、うんうん、私は数学が苦手なんだけど、あ、先に言ってから聞くっていう、はい、僕の場合は結構その自分の失敗談とかを最初に言っちゃいます、はい、相手に話して、そう、話、この間こういうことあったんですよっていう、もう最悪でした、なんかそういうのありますとか、なるほど、なんかそういうふうにその会話の始めをやったりとかしますね。でも自分をこうさらけ出さないと、ね、向こうも近づいてくれなかったりとかはするので、そういうことは、まあ、意識的にやったりはしますね、はい、もう大きくうなずいていらっしゃる富田さん、はい、いかがでしょうか。いや、さっき人見知りって言っちゃったばかりだからちょっとあんまり説得力ないと思うんですけど、いや私も教えていただきたいんですけど、でもなんか私も結構何年か前は、はい、結構多分頭の中で自己完結しちゃうんですよ。なんかモノローグが多分多いタイプだから、いちいちまあこれ人に聞かなくてもいいかなって言って自己完結しちゃいがちなゆえに、な、結構友達と仲良くなってなんか数年後とかに、いやなんか最初はみゆちゃん私に興味ないのかと思ってたって結構言われがちだから、本当に一緒で私も質問をこう小出しにして、あなたに興味ありますっていうのをこう投げかけるっていうのは
結構気にしてます。そうか、質問をこう小分けにすると会話も続いていくし、はい、興味があるっていうことも伝わっていく、はい、なるほど、具体的なヒントをいただきましたね。なんかあの単語帳、多分皆さんもテストの時とか、はいはい、今単語帳絶賛使ってると思うんですけど、それにこう質問帳みたいな感じで書いていて質問リストで、なるほど、え、それめくりながら聞いてもいいんですかね。めくりながら聞いてもいいんじゃないですか。じゃあ質問しますって好きな食べ物はでね、裏面にね、この子はこれっていうのをねメモしとけばね、すごいインタビュー受けるような、ね、それもあれだと、で、あれ好きだったよね、行こうよとかね、なんかあ、それをまた覚えておくっていうのも、覚えておくっていうのは大事だと思うんですよね。大事。いや、監督もあのお仕事の場面でも初めましての場面もたくさんあるかと思いますが、はい、何か、うん、気をつけていることっていうのはあるんですか。いや、本当に今でもできてないんですけどそう、やっぱり場数かなとは思うんですよね、はい、慣れていく、うん、そうですね、うん、で、あとはやっぱり友達、そう、あの立場を逆にして考えてみると、はい、自分に興味を持って話しかけてくれるだけでも、 そうですね、その人の緊張してようがぎこちなさなかろうが嬉しいので、うん、と思うのでガンガン話しかけて、あ、でも最初の一話題二話題ぐらい考えていくといい。ああ、それがあるとその後続きやすいですかね。そうですね、なるほど、思います。ちゃんと相手の目を見て話すことじゃないですか。これが一番難しいよね。一番難しい。あ、私あの事務所に入りたての時に、はい、あのマネージャーさんから、あの最初の3ヶ月間一切あなたと目が合いませんでしたって言われて。そうでしたか。意外とちゃんとこう人と目を合わせて話すことって難しいなって思うので。よくあの緊張する方は鼻の、ね、そうそうそう、間を見るといいよとかって、あと喉見るといいよなんて言いますけど、あんまり近くで喉見てるのは怪しいですもんね。確かにね、喉に興味があるのかな僕の喉に僕の喉にそれは確かに皆さん興味あると思いますが、そうか、じゃあ目を合わせながら少しずつ会話をしていくということですね。ありがとうございます。さあ、ではお悩み2に行きたいと思います。またコミュニケーションに関するお悩みですね。ペンネームきつねさんからいただきました。私は無言が苦手で、急に無言になると焦って自分のことを話し始めたり、一度話した話を何度も繰り返してしまいます。無言になってしまった時、皆さんならどう対処されますか、という質問ですが、小野さんいかがでしょうか。無言になった時ですか、ね、はい、無言のままですすごい、その時間を楽しむ、はい、あ、もう焦って喋らなくていいよ、そうですね、ということでしょうか、うん、あ、僕はそうしちゃいますね。うん、富田さんいかがですか。同じです同じか、なんか笑ってごまかしちゃう、うんってちょっと時間を埋めるみたいな、はい、あとは、ま、なんかあの一旦トイレ行くとかねあえて距離を取る、うん、でそのなんかこう、あのその間にこうちょっとリセットして、確かに考えて、うん、なるほど、とかはするかもしれないですね。すいません、ちょっとトイレ行ってきますって言ったりはしますね。でもなるほど、うん、いい方法ですね、うん、監督いかがですか。いや、僕もまだできてないので、はい、そうですね、やっぱり僕も間を埋めちゃうタイプですね。あ、そうですか。なので、うん、言わなくていいことを言ってしまって後でなんであんなこと言ったんだろうって後悔するんですけど、うん、やっぱりそんな色は聞く、色を聞くっていうのはいい。あ、そこで色を聞く、好きな色を、そう、好きな色とか好きな食べ物とかね、どういうのも、じゃあ困った時に色を聞く、うん、色を聞く、好きな色何、今日とかだったら水色好きなのとか、あ、ね、あ、そうか、具体的に、確かに、うん、色を言ってみるっていうのもいいかもしれないですね。いや、そうでもないですって言われたあ、そうなんだ、終わったじゃあトイレ行ってくるいきなり不自然ですね何だったんだ話題みたいな急に喋ってて、健翔さんがトイレ行き出したらあ、今ちょっと会話に困ったなって思いますすぐ分かりますね。分かりやすいね、分かりやすいわ。なんかでも皆さん無理はしなくていいよっていうことですね。そうですね、うん、ありがとうございます。なんかそのあれですよね、無言でも大丈夫な関係性を作れるようになったらいいですよね、うんうん、すごくいいと思います、うん、お互いにとってそれが無理じゃなかったら一番いいっていうことですね、うん、そうですね。